小島みなみのパジャマで女子会。今回のパジャマで女子会は JR 大阪駅から徒歩およそ8分、堂山町交差点近くにオープンしたホテルロータス梅田店からお届けするで。あなたにハピネスプレゼント、小島みなみです。クリちゃんこと栗山リオです。おぐゆなこと小倉優奈です。パジャマで女子会始まるよ。3人がお邪魔したホテルロータス梅田店は7月にリニューアルオープン。繁華街のど真ん中にある利便性が魅力です。ビールサーバーにおしゃれなアクアリウム、そしてもちろんカラオケも完備。カップルでも女子会でも大満足間違いなしのエンタメホテルです。今回の女子会テーマは初体験の感想は、3分の1が痛かったって感想。みんなの初体験はどうやった？なんか納得の結果って感じだね。確かに。もうさ、私やった時はさ、めちゃめちゃ痛くって、もうなんか鼻の穴の中に割り箸100本をこうされたみたいな。めっちゃ痛かったし、やっぱ血も出たし、もうなんかとにかく辛いと思ったけど、最後感想聞かれた時に気持ちよかったって嘘ついた。めっちゃ痛いけど、切のけなげでしょ。なかった？私全然痛くなくて。あ、そうなんだ。そうなんですよ。なんかあれ今入ってるんだって思ったし、冷静だね。そう、なんかすごい普通だったんですよ。なんか今まで私が知ってる知識とちょっと違うなと思って。あ、勉強熱心だから。なんかこんなんじゃ多分終われないだろうなって思ったから、自分でぐるんと回して。ちぐり返し。AV でしかしないよね。ちぐり返ししたの。そう、あ、こういうのがエッチじゃないと思ってしました。すごいね。すごい。自分の理想のエッチがあったんですよね。もう描いてたから、もうこれじゃ戻んない。このままじゃ終われないなって。そう、本当にこんなもんかって思っちゃって。そうなんだ。はい。え、オグどう？私は、あの、アンケートにもあったけど、嬉しかった。あ、かわいい。やっぱ嬉しいっていうのが、でもなんかこの場合、多分好きな人とつながれて嬉しいとか、そういう意味なのかなってちょっと思って、私はただやりたくてやりたくて仕方なくて、やってやったぜっていうのの嬉しいっていう達成感みたいな。あ、もう私卒業しましたけど、みたいな、ちょっと大人の階段登っちゃいましたけど、みたいな、そういう嬉しいっていう感じだったかなって思って、嬉しいの可愛いね。可愛い。でも私も痛くなくて。あ、本当ですか。なんかあの、私お父さんの部屋にあるバイブとかで小さい時から遊んでたから、パパお母さんと共有してたんですよ。だからお母さんと共有だから、それで遊んでたから多分慣れてて、多分痛みを感じなかった、血も出なかったし、だから結構私もこんなもんか派、痛かったっていうのはないなと思って、でもさ、そのさ、アイテムとさ、やっぱ本物のおちんちんはさ違くない？違う、やっぱそこで嬉しそう、急に顔に温もりもあるしね、あるある、生きてる生物って感じがして、確かにやっぱこっちの方がいいじゃんって思っちゃいました。今回のパジャマで女子会は JR 大阪駅から徒歩およそ8分、ホテルロータス梅田店からお届けしました。みんなも遊びに来てね。